昭和自動車、昭和自動車株式会社、塩和自動車は、佐賀県中、北部と福岡県西部、及び、長崎県松浦市高島町で、路線バス、貸切バスを運行するバス事業者である。設立は1937年、昭和12年9月11日。本社所在地は、佐賀県唐津市千代田町2565番5号。通称は、昭和バス。 高速、特急バスの車体色は緑、青、赤などの斜め模様で構成された大胆なデザインである。かつては、旧国道202号線を通って、福岡市と前原市、現、糸島市、佐賀県原津市などを結ぶ急行、特急バスを多数運行していたが、1983年に、並行する国鉄、当時地区飛線が電化されて大幅な数度アップを実現し、 運行本数も増発されたために大打撃を受け、これらの長距離バスは、減便から、やがて全廃に追い込まれた。しかし2001年に、福岡都市高速が延長されて、西九州自動車道と直結しことから、西九州道を通る特急バス号の拡充を進め、JR 筑肥線に対して、再び対抗力を持つようになっている。高速バス路線開設ブームの際には、 夜行高速バスの運行も行ったが、いずれも短期間で廃止された。車両は白地に、青色、灰色、緑色のストライプが入った塗装である。路線については、エリア分布の正確上、佐賀県、長崎県、及び福岡県に分けて記述する。なお、路線バスには、フリー校舎制度を導入しており、どの路線でも、幹線道路上を除き、停留所以外でも、 路線上の任意の場所で降車することができる。ただし、乗車は停留所からしかできない。近年は、乗客の減少や運転士の不足から、市線系統を中心に、路線の急廃止や、減便のほか中型バスから、ジャンボタクシーへの変更などを行いつつある。佐賀県内では、唐津、今里、佐賀に営業所を置き、唐津市の唐津大手口バスセンター及び、 佐賀市の佐賀駅、バスセンターを起点にして、唐津市、伊万里市、竹雄市、卓市、佐賀市など、佐賀県中、北部に路線を持つ。特に、唐津市を含む東松浦地域では、唯一の公共交通機関として、唐津市中心部と旧東松浦軍部を結ぶものを中心に、唐津市内の路線を多く、運しており、東松浦半島の路線もは、 非常に複雑なものとなっている。その他、各市内高校のスクールバスや、唐津市内線などを運行している。一方、長崎県内の路線は、入議の高島市所前間、高島線の一路線のみで、営業所は設置されていない。1992年までは、博多駅、唐津大手口から、佐世保駅前、佐世保市や平戸口三橋、現、平戸市、田町まで特急。 急行バスを西小井自動車と共同運行していた。日中は、佐賀県医療センター構成館を経由する便もある。唐津市中心部のみで運転される路線。呼ぶ湖、港方面とも直通しており、運行系統は多岐にわたる。2012年9月までは、佐賀駅、バスセンターから、イオンモール佐賀大和の間に、イオン、大和線が運行されていたが、 2012年10月1日のダイヤ改正で東路線の佐賀営業所発着便と統合されている。これにより、佐賀営業所発着便はすべて佐賀駅バスセンター発着となっている。藤山東線病院で三世村コミュニティバスに乗り換えることができる。自動車のみである福岡県内では糸島市に営業所を置き、糸島市内を中心に 福岡市西区の西部など、主に西鉄バスが走っていない、福岡県西部の糸島半島内各地域に路線を持つ。かつてはこれらの地域と福岡市中心部の天神、博多駅までを結ぶバスも多数運行していたが、JR 筑肥線の電化、複線化による増発のため次第に利用客が減少していったことから、路線の整理が進める。 さらにその後都市高速1号線の延長により、速達性の高い特急バスへの移行が進んだことと、赤字の圧縮のため、補助金打ち切り含む2006年11月1日のダイヤ改正で、福岡市中心部発着の一般線、急路線は全廃された。上記の理由から現在は、佐賀県内での運行形態とは、対照的に福岡県内の一般路線は、 上記地域と筑肥線の駅を結ぶ二次、交通機関としての運行形態に移行している。しかしその中でも、九州大学伊都キャンパス旧大学圏都市駅間の路線や、博多バスターミナル、天神はエバルカフリ、初間の都市高速経由の特急バス、伊糸、島号は校長であり、輸送力の増強に力を入れている。また、この時廃止された路線のうち、福岡市中心部と、 下山都団地、山陽高校を結ぶ路線は、西鉄バスに引き継がれ、名野浜、今宿駅、今宿野外活動センター間は、名野浜タクシーが運行する、乗り合いタクシーして引き継がれた。なお、博多駅名野浜間は、西鉄の営業エリアとなるため、一般路線では高速、特急バスと同様にクローズドドアシステムとなっており、同区間内だけの利用はできなかった。ただし、 以前運行していた、城南線経由の一般路線は1988年頃に、それが解除され、例えば西鉄の営業エリア内である六本松、博多駅間の乗車が可能だった。この他にも、一部の路線では、西鉄の営業エリア内であっても利用できる区間があった。2010年2月27日より、一部の路線において IC 乗車券にもかを導入した。 導入対象は、福岡、前原地区の一般路線と高速バスから、都合、今里、り、合計73台。ポイントシステムに関しては、運賃引き差額の5%、1ポイント未満切り捨て、当月中の利用額2000円ごとにボーナスポイントが加算される。また、九州大学伊都キャンパス旧大学圏都市駅間の路線では、九州大学の学生、 教職員専用の全額共通 IC カードでの運賃支払いも可能であり、道路線で使用される車両には、にもか用カードリーダーとは別に、全額共通 IC カード用のカードリーダーを搭載していた。2019年5月31日をもって利用が終了しており、カードリーダーはすでに撤去されている。九州大学線。 西の浦線では2018年8月21日より、アルファベットで行き先を、数字は、経由値を示す、系統番号が設定されたが、2019年4月1日に、再度系統番号が見直され、数字で大まかな経由値を表し派生系統がある。場合のみ後ろにアルファベットを付けるというスタイルに変更され、行き先の区別がされなくなった。詳細は、九州大学線。 西の浦線の甲を参照。名野浜駅の到着は北口で、出発は南口ロータリーとなる。横浜西経由、5バイト、9N-11 と、今宿駅前経由、5A、9N-10 とがある。2019年7月21日のダイヤ改正で、二見ヶ浦経由都営業所発着を開設した。その際、系統番号を見直し、従来の西浦発着を、 マイナス1、新設の伊都営業所発着をマイナス2とした。さらに、日中の今宿駅前経由を、速達性、定時性が確保できる、横浜西経由へと振り返った。学園通経由で、ウエストゾーン、理系エリアを結ぶ。2017年4月5日に従来運行していた直行便を、経路を変更する形で新設し、後に停車バス停を追加したものである。 当初は午全体は、九大総合グラウンド行きを、午後帯に、九大学圏都市駅行きを運行していたが、現在は、終日にわたり運行されている。元岡経由は、本数が少ない。以前は、元岡経由は、横浜西経由だったが、現在は、学園通経由となっている。イーストゾーン、文系エリア新設に伴い開設。イーストゾーンは一方向のみの運行であり、 大学駅方向は中央図書館が始発、駅大学方向は東ゲートが終点となる。ルートの都合上産学連携交流センターは九大行きのみ停車する。九大行きは朝から昼まで、学研都市駅行きは昼過ぎから夜のみの運行である。横浜西経由。以前は、 三学連携交流センターを経由していたが、2018年8月21日から、イーストゾーンを経由する経路へと変更した。ほとんどが、旧大総合グラウンドまでで、伊都競争館、伊都営業所発着はごくわずかである。スセンジ経由。2018年8月21日改正で、一旦全便が、 イーストゾーン経由となったが、2019年4月1日改正より1時間に1本、程度山岳連携交流センター経由便が復活した。平日朝に、山崎始発がある。横浜西経由同様、伊藤競争間、伊藤営業所発着は、ごくわずかで、全便イーストゾーン経由。の北線は、伊藤営業所始発の第一便を除き、全便が、 九州大学船の伊都営業所発着便に接続。秋田野船、船越、野北線船は、地域間感染系統として、国、福岡県、沿線自治体の補助を受けて運航する。2018年7月1日から9月30日までの実証運航、土日祝日のみ運航。神崎市急セフリ村域で運航。三両線があり。 地元児童のスクールバスも兼ねている。日曜、祝日は運行されない。広田キーコールセフリーイコールケニタニー、広田キーコールトバイン、広田キーコール東ロクロイコールクラタニー、佐賀県内、福岡県内ともに、一部の仮想地域の路線や、利用客の少ない時間の便は、タクシー事業部にて、乗り合いタクシーによる運行としている。これらの乗り合いタクシー路線は、定期券、 会数券なども全て昭和バスと共通で乗り合いタクシーではあるが実質的にはバス路線に限りなく近い。事業者自身がバス路線を維持する方法として自社系の乗り合いタクシーを運行する例は全国的にも数が少ない。福岡営業所内に貸切事業本部を持っており福岡県内外に廃車が行われているほか佐賀県内の唐津 佐賀営業所にも貸切車が在籍していて、最近は、日野、セレガや、イスズガーラの新車が導入が行われているほか、三菱不走、エアロバスなどの中古車も導入されている。塗装は、大型車は、ピンク色地の車体が特徴。中型、小型車は白地に、青帯が中心だが、最近の導入車には、小型車でもピンク色地の車体が登場している。また、 福岡地区の中型車は、福岡昭和タクシーに関された車もあるほか、唐津地区では、玄海原子力発電所の特定輸送も引き受けている。路線バスや高速バス、観光バスともに、国産大型4メーカー、イスズ、日野、三菱扶桑、日産ディーゼル、当時、ゲン、ドトラックスをすべて揃えている。車体もメーカー純正、富士重工、西工など様々である。 昭和バスは、サンプル車、メーカーがサンプルとして製造した車両の、譲り受け車などの移植車や他社からの移籍車が多いため、一見同一形式と思われる車両でも細部が異なるなど、車両のバリエーションが豊かなことでも知られている。新車は高速バスや観光バスが大半で、2013年までは、一般路線への新車投入は滅多になかった。高速バス、観光バスは、日野や 日産ディーゼル製の比率が高い。路線バスは九州大学線や西の浦線、マリノアシティ線の大多数や唐津市内の一部便を除いて中型車での運行である。九州初のオートマチックトランスミッションの日産ディーゼルの観光バスを所有している。2012年には昭和バスでは初の韓国製の車となるヒュンダイユニバースを導入しており、 2014年1月現在、前原営業所に4台、唐津営業所に2台の、計6台街と、島号、唐、号、伊里号で運行している。2014年には、イ須スガ原ラと日野セレガを初めて高速路線車として採用した。以降、高速路線車は、この2車種を投入している。路線車では、2013年に、初めて中型路線車の日野レインボー2を、 佐賀県内に投入、2014年にもノンステップ車として、追加投入、また初の日のポンチョも、京愛の七山線などに投入されている。福岡地区へは、昭和バスで、初めての大型ノンステップバスであるイスズエルガが、投入され、旧大線などで活躍する。トヨタ自動車系販売店を、系列化に持つため、市内循環線では、トヨタコースターが使用されている。 現在は毎年一般路線車の新車が投入されており、福岡地区には新型エルガが増備され、唐津地区にも新型レインボーなどのノンステップ車が、経年車を置き換えている。現行の塗装は1989年以降に採用されたものである、詳細は蒸気確保参照。この新塗装採用において、中距離路線用車両は一般路線車と同じ帯の色で、 車体上半部は黄色、下半部は白色の塗装とされたが、2003年までに塗り替えもしくは廃車によりこの塗装は消滅している。海沿いの路線が多いことから1970年頃から一部の車両は車体外半をステンレスとしていた。ステンレス車採用開始とともに、一般路線車は銀色地に赤帯、貸し切り車は銀色地に赤色、青色の帯。 いずれもステンレス車は、G 色は、無塗装の塗装としたが、ステンレス車は1979年以降導入は、打ち切られている。郵便車仕様の K1 ボックス版、ダイハツハイゼット及び2トンから4トントラック、アルミ版タイプ。2トン車が、イスズエルフ、4トン車が、イスズフォワードを保有しており、唐津郵便局所管区域の郵便ポスト収集業務、 および同局と他の郵便局との間の郵便物、低送業務を行っている。唐津市、玄海町、宅ク糸島市に営業所を持つ。2012年12月1日に子会社の昭和タクシーを合併し、2015年4月1日に同じく子会社の福岡昭和タクシーの糸島市でのタクシー事業を移管したこと自社でタクシー事業を行うようになった。 なお、福岡昭和タクシーの事業のうち、福岡市でのタクシーファイヤー事業は、同社運営のままである。自社バス事業の分離による子会社が数社あったが、再合併により、すべて消滅した。系列化のバス事業者としては他に、行き交通、長崎県行き市があった。その他福岡昭和タクシー、トヨタレンタリース福岡、福岡トヨタ自動車、トヨタカローラ福岡、 ネッツトヨタ福岡、西九州トヨタ自動車、ネッツトヨタ佐賀、トヨタレンタリース佐賀、トヨタエルカイ福岡、昭和商事石油、行き海運、昭和トラベラーズクラブ、唐津シーサイドホテル、昭和幼稚園、九州性能運輸、旧、昭和性能運輸などのグループ会社、タイがあった。また、日本マクドナルドのフランチャイジーとして運営する、昭和フードや、 同社企画開発事業部において、スタヤのフランチャイジーとして、レンタル店事業、前原セントラルホテルの運営を行っている。2010年代頃から、事業の見直しを進めており、上記の内長崎県行き市の事業からは撤退し、これにより行き交通、行き海運は2015年現在グループを離れている。また、唐津シーサイドホテル、 昭和商事石油についても経営上等を行っている。なお、昭和グループはグループ会社を含め、基本的に、金子一族、創業者、金子道を現、金子の立業な他の同族経営で運営されている。また、九州朝日放送の大株主でもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。